はい、ダイスチャンネルです。今回はモンストー初夢ストライクでござる、行ってみたいと思います。ということで皆さん、明けましておめでとうございます。今年はモンストも頑張っていこうと思います。そしてですね、ダイスは運極を持っていないので、今回のこの猿年新春のイベントで運極を作りたいということで頑張っていこうと思っています。ぜひ応援お願いします。そしてコメントいただけると助かります。はい、ということでね、ござるなんですけど、この真ん中にいる魔法使いさんを倒さないと湧いてきてしまうので、先に1個を目指していきたいんですね。おお、ということでですね、お願いしている方は3名とも運極さんです。私だけ運極ではなく大変申し訳ないですが、許していただきたい。おお、あ、自由に痛いね。よし、お願いします。あー惜しい、もうちょっとだったね。出れないかな。これで出れれば。あー出れないね。真ん中の魔法使いをなんとかしたいんですけど、どうかな。湧いてほしくない。あ、ありがとう、やった。残り2体で、よし。おお、もうちょっとハート取っておきたいね。惜しいけど、でも2枚目だから OK。 ありがとうございます。よし来た。今回この左下のね、お猿の女の子を狙って運極を作るんですけれども、あ、うまくいった。ちょっとうわ、うん、攻撃が痛い感じ。やっぱちょっと痛いですね。あ、タップしなきゃ。はい、取れた取れた。ね、おお、今の攻撃間ね、やられてしまうと一回動けなくなっちゃうんだね。あ、痛い、何も切っちゃった。まずい、本当が出てほしいけど出ない。やばいかな。タップはしますよ。ハートが濃い。ないね。あー、これやばくない？あ、動けないよ私。あっ、あーあーあー、もうちょっとお願いします、取ってもらいたい。あー、ありがとう、やった。で協力プレイなので足引っ張らないように頑張ります。はい、あと1ターンで私の番なので、コンピーさんがやってくれますね。おお、ピックアップ。はい、おっ、あとも立てて。はい、今ね、間違えたかと思いました。おお、カメが、カメだぜ。よし、この辺りであれですね、もう OK、 あと4ターンだ。この辺でね、レベル5技を使えるようにしとかないといけないね。はい、でボス、スピードクリアは22ターン、頑張っていきます。すごくね、おお、危ない。
きたいです。間違いないから。やっていくしかないね。はい。これはやっぱりちょっと痛い。あ、隠しなきゃ。はい。OK。この火が出てくるのがちょっと痛いんだな。おお、またタップ。近く忘れてしまうんだね。文字が出たときは。急いでやらないと。床が飛び出たりするところが。あ、動けない。いやー、まじか。動けなかったよ。動けるようになったかな。あ、よかった。はい。ちょっとだけ残っちゃった。ごめんなさい。もっともっと飛ばしてござるよ。はい。で、次のでスピードクリアまであと15。いけるかな。厳しいかな。あ、ハマってる。私も止まっちゃってるかもしれない。どうしよう。下か。ああ、ありがとうございます。出してもらえた。あ、でも別に動いてくるかな。わかんないな。おいいとこの位置に行けたけど、ちょっとハマっちゃった感じがする。どうしよう。半分に行きそうな HP を見るとこうなんかね、回復が欲しくなる。回復出てこないかな。ちょっとやばいかもしれない。これは、あ、来た。でも育てたいな。おー、でも取ってくれた。やったー、ありがとう。ちょっと安心。復活したよ。痛い。これは、あ、大丈夫だ。わー、ありがとう。もっともっと。素晴らしい。うわ、動けなくなってる。あ、動けなくなってたね。やばいやばい。お、まずい。動けなくなると辛いっすね。あった。下手くそだった今。間に行けっかなと思ったんですけどね。角度が強いんだな私。ダメだな。ここであと1ターン。おお。4ターンなので次のターンはもう確実にね。お、ストライクショット。私の次はストライクショットになります。お願いします。いやくんな、神道の司様のお通りだ。
ダメだね。もう一人すればよかったかな。ダメだったね。スピードクリア狙ってたんですけど、私のせいだな、今の。本当にしたら縛ってたかもしれない。やってしまった。いや、申し訳ない。クリアは結構高めだな。やばい、マジか、どうしよう。いい、いいです。すいません、私が悪いんです。申し訳ない。マジか、失礼しました。やってしまった。これで落ちなかったら悲しいですね。落ちますよな。お仕置きのようにドライブショット。ごめんなさい、一緒にやってしまった、申し訳ない。ありがとうございました。ということで、さあ出るかな。お願いします。でもいっぱい出るから。あー、ありがとうございました。はい、ということで、あー、最後私がやってしまった結果で終わってしまいました。でもですね、あの音楽を作るべく頑張っていきたいと思います。ぜひチャンネルの登録よろしくお願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。それではまた、 See you。